上井由紀、いきます。我々と同様にこの星で戦っている者がいることは分かっていたが、まさかクワトロ隊とシロッコが出てくるとはな。それにアムロレイ隊ですか。シャアが動いているか。この星の力とやらあながちデタラメとは言えないようだな。だとしたらますますあなたには協力できないわね、ハマーン。好きにすればいい。シャアとシロッコに手を貸したいのであればな。クワトロ隊と連絡は取れないんですか。こちらからの通信は全て拒否されている。それどころかあちらは攻撃を仕掛けてくる気配を見せている。とりあえず僕たちが出て様子を見てみましょうか。攻撃を仕掛けるっていうのか。いえ、そういうわけじゃないですけど。このまま落とされるのを待つわけにはいかない。すまない、怒鳴るつもりはなかったんだ。確かにその通りかもしれないな。そう、子供にもわかることだ。出撃するしかあるまい。お前に手を貸すつもりはない。同じことだよ。出るぞ。狙いは敵の中枢のみ。エウゴの兵士たちの中にはハマーンに手を貸すことを潔しとせず出撃をボイコットする者もいる。厳しい戦いになるぞ。私もそうしたいくらいです。タイ、こんな時にあなたは何をしているんです。シャア、全ての決着つけさせてもらうぞ。神行き、行きます。神行、相手にはクワトロ隊員やアムロレイがいるのよ。分かってますよ。でも今は戦いを避けられない。それに僕はあの人に聞きたいこともあるんだ。シャアはこの戦いを利用して世界をその手にしようとしている。知ったようなこと。クワトロ隊員がそんなことをするさ。そういう男だよ、あれは。こんなことをやるからみんな死んでしまうんだ。神、あなたハマーンにいいように使われてそれでいいの。レコーさんだって同じでしょ。人のこと言えますか。レコーさん、出てこなければやられなかったのに。レコーさん、やられたの。人の生き方は想像で、他人の関心など無駄なのね。これくらいならまだやれる。ジド、
んだ。私も柔道と戦うのはごめんだね。こいつ、やっぱり柔道がいる。私を迎えに来てくれたんだ。私、柔道とは戦えない。ごめんね。ダメよ。僕の仲間をどこに連れて行こうって言うんですか。どけよ、どけよ。敵の船をぶんどるんだ。クワトロ隊の作戦当たりですね。俺の体をみんなに貸すぞ。よし、通します。ビーム投球。私の手足としての働き期待している。優れた資質を持っているようだな。遊んで楽しんでるのか、シロッコ。さすがに鋭いな、少年。
ここからいなくなれ。君には関係のないことだ。ビームポンプ。出てこなければやられなかったのに。アフリティ貴様は優れた資質を持っている。どけよ。この程度騒ぐまでもない。どけよ。どけよ。無駄な殺生を待たさせる。アフリティ君が束になろうと私の敵ではないな。出てこなければやられなかったのに。そんな警備任務遂行に問題はない。またさせる。どけよ。こんなことをやるからみんな死んでしまうんだ。アムロさん、あなたは大尉の真意を知ってるんですか。シャアの真意だと。まだだ。真意、そんなことも知らずに戦うなんて。真意は統制が取れていないようだ。この程度で。神、私と共に来い。君ほどのニュータイプであれば世界を正しく導く義務があるはず。世界を正しくだって。神、まさか。シャアーズナブ、姿を現した。ここからいなくなれ。クワトロ隊、一体何を。ビームポンプ。出てこなければやられなかったのに。当たれ。どけよ。無駄な殺生を待たさせる。どけよ。
ごいわ、あなたの戦い方。クワトロ隊員、あなたの目的は何です？僕たちと一緒に地球を守るんですよね。君、私と共に来いと言っている。来ないのならば私は君を。答えになってないですよ。答えられないんだな。そうでしょう。いい、まだわからんのか。クワトロ隊員、僕はあなたを。何？カミーユ、地球上に残った人類などは地上ののみだということがなぜわからん。隊員、あなたという人はシャーズナブ。ちぃ、クワトロ隊員、あれがシャア・アズナブルという男だよ。この星の力を束ねた者よ、よくぞ成し遂げた。これよりこの星は地球へと降りる。支配をもたらすため、ダンジラは我が剣となる。この星の力あんなのを利用してまで地球が欲しいのか。大